新徳広は、中華民国の政治家。南京国民政府の要人である。字は、心しく、ワン族。新末民発の政治家である、新春剣の子で、当将棋の娘婿でもある。日本に留学した後、イギリスのシンクタンクで研究員を務めた。帰国後は、ントン会議中国代表団全員、青桐周関監督兼厚生省外交特派員。 天桂ら津ら根軍総司令部参議、前後会議議員などを歴任している。1937年に日本軍が上海を占領した頃から上海にあった新徳博は州復会の知恵袋的存在となる。翌年9月28日に新は土井原賢治を伴って岐阜の島将棋を訪問した。この時、新と土井原は党に 新日政府参加を求めたとみられるが、間もなく、党は、軍党に暗殺された。1940年3月、王朝明が、南京国民政府を樹立すると、州に従い、新もこれに参加した。賑やか無委員会委員長と、第一期中央政治委員会の部兵委員に、任ぜられている。以後、清里委員会委員、自局作新委員会委員。 社会部行動指導委員会委員を歴任した。1943年1月、にぎやか無委員会は社会福利部に統合され、真は国民政府委員となる。1945年6月、中央政治委員会最高国防会議秘書長に任命された。8月、経理総監部総監となっている。日本敗北後、真徳博は、官官の罪に問われ、 9月26日に南京で逮捕されたが、後に香港への逃亡に成功した。これ以降の消息は不詳である。ありがとうございます。